中村刑事は日本のライダーである TTS レーシング所属愛知県新城市出身3歳の時にポケバイと出会い教習場空地で乗るようになる5歳でモトクロス7歳で三輪バギーを乗るようになる16歳でミニバイクレース活動をするようになる12インチミニバイク10インチスクーターのダブルタイトル後17インチ S 80で全日本タイトルも手に入れる。各地遠征をし、ミニバイクにて、最速最強を目指すも強敵は多く思うように、勝ち星は得られず、長くミニバイクに乗ることになる。自身の名前の掲事を、カイジーと命名。各サーキットで活躍し、カイジーの名前を広める。2012年から始まった、ホンダの CBR250R にて、 CBR カップに参戦する。ミニバイクで得たものが実り、初戦から連勝。つくばでチャンピオン獲得。2014年から鈴鹿 ST600 に参戦。2014年は転倒。怪我により思うように成績が上がらず。2015年は初戦から鈴鹿地方戦、ST600 にて連勝。2015年鈴鹿4時間耐久では5年ぶりの日本人優勝。 2015年 ST600 鈴鹿発の前線全勝、全コースレコード。国内 JSB 戦でも優勝コースレコードホルダー。ありがとうございます。